すでに勝ちは見えておる。本田忠勝、敵ながら見事な働きでしたね。家康には過ぎたる家臣、実に厄介な相手じゃよ。されど王道を成すため足踏みはしておられぬ。直ちに二俣城攻めに取りかかろうかね。二俣城は川を天然の堀とする堅城、力攻めではお味方の犠牲が大きくなりましょう。そうか、ではどうする正幸。敵の水の手を断ちましょう。さすれば牢城もままならぬはず。よかろう、二人とも抜かりのないようにね。はい父上。親方様、何かせいておられるような。二俣城は天然の要害の上、敵の士気も高い。正面から攻めるのは難しいでしょう。まずは城外の敵を一掃して二俣城を包囲しようかね。城にこもらず打って出るとは、何故敵はこんな無謀な真似を。攻防の存在を隠したかったのだろう。どうやら水源と行動がつながっているようだ。ずば働きなど自慢にならぬ。水の手を立てば敵も戦意を失うか。日没までに水源を抑えるよ。ラソワル、正影に使者を。水源を壊す準備を進めよ。そんな無働きなど自慢にならぬ。ここまではたやすい。本当に期待を裏切れないな。開門。正影が到着する前に行動を確保しようかね。ここまではたやすいね。自慢にならん。親方様、金堀衆を連れてまいりました。
ントリデへの道は開けたな。これで金堀衆たちも進めるだろう。金堀衆が取水口を壊すためにも砦は制圧せねばなりません。こたびの水源を断つ作戦ですが、砦を落とすだけではなりませんか。取水口を破壊せねば水は止まらぬや。破壊されまいと敵も必死の抵抗をしよう。そこで山形正景が連れてきた金堀衆の出番というわけですか。さよう。金堀衆なら取水口を破壊するのもあっという間じゃからね。この坑道の中、敵がどれだけ潜んでいるのかわからぬ。もしやと思って伏兵を用意して正解だった。ここは通さるぞ。見えてみてくれ。これはいい。金堀衆を失うようなことがあれば水源の破壊に手間取る。水源は二俣城の生命線。武田軍に取られるわけにはいかぬ。無用に戦を長引かせて何の益がある。それほど犠牲を出したい。我が術中である。敵将討ち取った。など自慢にならぬ。という強さよ。天下無双とは黄金のことだ。出ないぞ。これじゃ干上がっちまう。これ以上の籠城は無理か。ならば城を出し家康様と合流せねば。開門。家康に合流されるのは厄介だね。ここは容赦せずに追撃するよ。
敗北条件変更。敵は散り散りになって逃げております。全員を追うのは難しいですぞ。忍びの者に先回りさせ敵を足止めするんだ。ヤスとは逃がしてくれるか。中根正輝殿、よくぞ耐え申した。援軍として先陣を切って参りましたと。開門。敵が本陣に突撃しようとしている。手薄な守りを突かれたか。家康様のお下地で戦い当ててこそ本望。かようなところで死ねるものか。主君のために生きるとなぜ言う。どしのため我が術中である。ここで完膚なきまでに叩いておくのは正しい。徳川の戦意をくじくことにつながる。だがやはり親方様は急いておられるように思える。考えすぎだろうか。敵将討ち取ったり。水源を断つ作戦はうまくいった。おかげで味方の被害は少なく済んだな。一言坂に続くこたびの敗戦、徳川はもはや立ち向かっては来ないでしょう。そうだといいんだけどね。浜松は捨て置き、京を目指したいところじゃ。